Это Потёмкин. Фильм идёт. どうも、ご無沙汰たんごちぶんぶんと申します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。週末ですね、自分、インドに旅行に行ったんですよね。で、まあ、インド旅行するにあたって、まあ、飛行機に乗るじゃないですか。で、飛行機ではいろんな映画が見られるわけですよね。まあ、映画ファンにとって飛行機の時間って全然苦ではなくって、まあ、7時間ってむしろ短い方なんですよね。映画頑張っても3本しか見られない。まあ、夜に出発するってなると、もう1本ぐらいしか見れないわけですよ。で、まあ、飛行機のラインナップ結構豪華で、まあ、見逃していた映画っていうのが結構あったんですよね。あと見たかった映画とかもあったんですよ。で、今日はその行きと帰りで4本の映画を見たんで、まあ、一気にレビューをしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。まず最初の映画がですね、これびっくりしましたね。I saw the TV grow という作品なんですよ。で、これ A24 配給の映画で、で、監督がそのジェーン・ショーブリンっていう、ショーブルンか。ブルンという人で、当チャンネルでも以前に紹介した We are all going to the World's Fair という、まあなんかネットの世界に入り浸るみたいな話、なんかそのインターネット版ライムギ畑で捕まえてみたいな作品ありましたけれども、その監督の新作ですね。で、これがなんで飛行機で上映しているんだっていうぐらい激うつ映画だったんですね。まあ多分 A24 でホラーだからっていう感じで入れたんでしょうけれども、ホラーって言っても若干わって驚かすジャンプスケアがあるタイプのホラーでもないわけですよね。で、まあ A24 がそのこの I saw the TV grow をまあ配給したっていうのもわかるっていう感じの作品だったんで、ちょっと順を追って説明していこうかなと思います。よろしくお願いします。で、なんか舞台は1996年なんですよね。で、中学生くらいの男の子かな、陰キャの男の子がいるんですけれども、なんか学校の中で本を読んでいる女の子に出会うんですよね。まあ年上かな、お姉さんみたいな人なんですけれども、この人がそのまあ読んでる本っていうのが、ピンクオーペックかな、ピンクオーペックっていうそのテレビドラマがあって、あ、ピンクオーパックかというテレビドラマがあって、でそのムック本、まあ、いわゆるその例えばツインピークス読本とかあるじゃないですか。そういうのを読んでいるわけですよ。で、少年はその、まあ、全然そのドラマ知らないけれども、まあ、ちょっと興味示すわけですよね。で、話の流れからそのお泊まり会に行かないかみたいな感じになるんですよ。女の子の家に泊まるみたいな、で一緒にピンクオパックを見るみたいな感じで、で、まあ、親密な関係になるんですよね。で、この女の人っていう女の子が、まあ、いわゆるレズビアンみたいな感じなんですよね。で、まあ、あなたの性的嗜好はどうなのみたいな感じで話になって、で、その少年はどっちなんだろうみたいな感じになっていくと。まあ、ある意味、まあ、LGBTQ 映画の一本にも入っていくみたいな感じなんですよね。で、そう親密な関係になっていくんですけれども、ある日、なんか、女の子が、まあ、家出するわ、みたいな感じで言うわけですよ。で、そうなんだって言ったら、本当に消えちゃって、で、消えると同時に、ピンクオーパックの、放送も終わってしまう、みたいな。で、映画はそれから何年かが経って、大人になって、さあどうなるか、みたいな話なんですよね。で、この映画画期的なのが、すごい難解っていうか、ホラー映画
ってあるんだけれども、なんかダウナーな空気が延々と漂っているみたいな感じなんですよね。それこそそのツインピークスザリターンですとか、あとニコラス・ウィンディング・レフンのトゥー・オールド・トゥー・ダイ・トゥ・ヤングですかね、とかそういったある意味あの長い時間かけてゆっくりゆっくり進んでいくドラマみたいなのがあるじゃないですか。それを映画に持ち込んだみたいな感じなんですよね。でなんかこれを見た時にその、まあ、映画っていうメディアがそう少しずつ変わりつつあるんじゃないか、でそれを語る上でそのドラマとゲームと映画の関係性っていうのを見ていく必要があるんじゃないかなっていうのがこの I saw the TV Glow を見て思いました。でどういうことかっていうと、まあ、グランドセフトオートみたいな感じにその、まあ、テレビドラマの感覚をそのゲームに持ち込もうみたいな感じのっていうのがあるじゃないですか。でテレビドラマはテレビドラマでその映画の拡張としてそのツインピークスですとかトゥーオールドトゥーダイトゥーヤングみたいな感じでその非常に時間をかけて物語を描いていくみたいなのがあるじゃないですか。でそのゲームってゲームとドラマの結びつきで言うとその、まあ、我々そのゲームやる人がそのコントローラーを握ってその主人公と同化していろいろ物とか探してってその、まあ、システムとして構築されているけれどもその実質的にその自分の体験としてその一回性の体験としてなんかゲームっていうのがあると。でなんかその文脈がこの映画に流れてきているのかなって思ってて、でなんでそんな話をしたのかっていうとそのゲームの世界、まあ自分そうゲームはそんなにしなくて VTuber の配信ぐらいしか見ていないんですけれども、でもなんか配信の中で時折そう探索型のホラーゲームっていうのがあるんですよね。なんかわって驚かせたりとかバチバチにゾンビと戦うみたいな感じじゃなくて、そのゲームやる人がその空間謎の空間とかを徘徊していってそこでゾクッとする体験、まあ、まるでその廃墟とかお化け屋敷とかに入って迷うあのゾクゾク感を味わうみたいなのがこの映画に投影されているんじゃないか。まあ、一番近いところだとそのアマンダ・ザ・ジ・アドベンチャーっていうゲームがあって、なんかそれがそのビデオテープを入れてって、でそのなんかビデオテープでまあ不穏な子供番組が流れているんですけれども、それが現実に影響を与えていくっていう作品があるんですが、まあそれに近いことをやっているんじゃないかなって思いましたね。なんか実際にその、まあ、テレビドラマを見始めて、であとは現実的なその魔性の、まあ、ファム・ファタールとの思い出がリンクしてなんか現実と虚構が融合していくんですよね。である時、まあ、大人になってその、まあ、テレビドラマに対してある程度の距離が出てくる、まあ、冷めてしまうみたいな感じになって、で、まあ、配信とかでそのドラマが流れるわけですよ。でもう一回見る、そうするとそのかつて見ていたのと全然違ったような感覚を抱くんですよね。なんかそういったその質感その感情の繊維っていうのがこの映画で繊細に描かれていって、で A24 ってその、まあ、配給とか制作とかの作品見ていくとそのマルセルといった、まあ、YouTuber の映画とかYouTuber のストップモーションアニメの映画をやっていたりとか、今度はそのネットミームになった、バックルームですね、黄色い部屋の中に怪物がいてっていうなんか動画とか、あとはその二次創作とかがあるじゃないですか。あれも映画化をしようとしているんですけれども、まあ映画っていうのがそういったそうゲームのいわゆる探索する中で感じるゾクゾク感、それこそそのもうシステム化されてそうわって驚かすぞみたいな感じのもうあの予定調和なホラーとは違うような側面でその映画を捉えていこう、まあ、つまりそうゲームと映画の融合って言いますか、なんかドラマがそのまあゲームがそのドラマを継承するような形になってきたけれども、今度はなんか映画と融合しようとしているような、ムーブメントがその2020年代後半にかけてやってくるんじゃないかなっていう、そういった、
感触の作品でしたね。でストーリーっていうのがほとんどよくわかんないんですよね。なんか急に男と女が出会って、で別れて、で男はなんかすごい苦悩しているわけですよね。まあおそらくその性的嗜好とかそういったところで悩んでいるっていうのの表象だと思うんですが、一回見ただけじゃよくわからない。ですごい前衛的な映画で、なんでこんなのが飛行機でやっているんだろうって感じなんですが、なんかツイッターを見ていると、まあ、X を見ていると、その映画関係者らしき人が日本公開するみたいな話をしているんで、まあ来年ぐらい日本でも見られるんじゃないかな。まあおそらく配給は A24 と契約を結んでいるハピネットファントムフィルムさんだと思うんですけれども、まあ楽しみにしていてくださいという感じで、1本目はアイソーザ・ティビグローでした。でまあこれを見て、まあ、衝撃を受けた勢いで、次がですね、ルカ・グアダニーノ監督のチャレンジャーズを見たんですよ。まあ非常に評判の高い作品で、ルカ・グアダニーノ作品があんまり好きじゃないよっていう人も評価していたと。自分の記憶が正しければ、ナイツ・オブ・オデッサさんもめちゃくちゃ面白かったって言ってた気がするんですよね。でまあ周りからも見てほしいみたいな感じで、なんかギャスパー・ノエのクライマックスみたいな感じでもあるよみたいな感じで言われてたんで、ついに見たんですよ。すいません、全然ハマんなかったです。でこれスポーツ映画なんですけれども、でスポーツ、まあテニスが舞台で、そのテニスのプレーとその恋愛のシーソーゲームを絡めるっていう作品で、そのテニスの運動とその恋愛の運動を絡めるんですよね。ただその演出っていうのがあんまり良くないなって思ったんですよ。で確かに、まあ、テニス映画っていうことで、ちゃんと往年の名作からその技術引用しているわけですよね。特にそのオープニング、ロングショットから客席へクローズアップしていき、で客席が映っているんですけれども、その群衆はその球を追うために右左に首を動かすんですよ。その真ん中で女の人がその微動だに目線を動かさない。これはヒッチコックの、その見知らぬ乗客で演出されていたものなんですよね。なんか群衆がテニスの試合に熱中しているのに、一人だけ凝視している謎の男がいて、なんだこれはっていうゾクッとする演出があったんですけれども、それを引用するところが始まるんですよ。で実際に試合とかが行われるんですけれども、で試合シーンは EDM を流して、まあエレクトロミュージックですね、でノリノリで演出しているんですけれども、どうもそれがね、ごまかしにしか見えなかったんですよね。まあ鼻につくと言いますか、その確かにボールはそのカメラつれつれを動いていくし、なんならそのボール目線のそのショットとかあるんですけれども、基本はカットで、そのもうカットの並びでそのボールが入っていくみたいなのを見せていくんですよね。スポーツってそうじゃないよねって、試合でボールとボールがその飛び交ってって、でさあどうなるかみたいな感じの緊迫感、宙吊り、どっちが勝つかわからない宙吊りの中で1点入って一喜一憂するのがスポーツだと思ってて、それをいかに見せるかっていうのが大事なんですよね。例えばまあアニメ映画になってしまいますけれども、ザ・ファースト・スラムダンクだと、その点が入るかどうかで試合でボールが誰が取るのかっていうのを、そのボールの伸縮性とその時間の伸縮性を絡めて、まるでその時間が伸びるようにその空間も伸びていったり、かと思えばシュッと間合いに入っていったりとか、そのリズム感っていうのが、まあこれ映画ならではの、そのスローモーションとか、その伸縮自体がその時間を使ったそのスポーツ表現として良かったと思うんですが、この作品はもうカットで割ってしまって、まあ例えるならば、そのマジックをその映画でやるときにカットを割ってごまかす、それに近いことをやっているんですよね。だからあんまりいい演出ではないんじゃないかなって思って、でまあ恋愛のそのシーソーゲームと絡めているんだけれども、やっぱり素材はいいんですよ。その
ボールの構え方とか、そう突然そう嵐みたいな、なんか恋の嵐みたいな感じで嵐空間の中で車を動かしてどうのこうのって展開とかがあって、一つ一つのディティールはいいんだけれども、カットとかもう次の展開とかで割ってしまって非常にもったいないなと思って、個人的にはそんなにハマらなかった、作品かなと。で、ルカ・グアダニーノって結構そういう悪い癖、なんか自分の撮りたいものを撮るためにその演出っていうか物語ナラティブが雑になってしまう傾向があるのかなって思ってて、それこそ前作のボーン&オールですかね、ボーンズ&オールもそのロードムービーではあるんですよ。まあ人を食べちゃったカニバリズムなその女の子がそのまあ逃避行して、その先で同じカニバリズムの男と会って奇妙な関係になるっていうわけなんですけれども、なんかその車としてロードムービーとしての運動としても良くないし、あとはそのまあ人を食べて逃げるじゃないですか。でここ新天地みたいな感じで、新しい生活を築こうとするんだけれども、そこに追っ手がやってくるみたいな、まあ定型文ではあるんだけれども、そういった魅力もなく、ただその最後の最後で面白い人の死に方をするんですよね。多分それを撮るためだけにやってるなみたいな感じで、ちょっと、残念だったなと。ただそのルカ・グアダニーノ監督の次回作、ベネチア国際映画祭に出品されたクイアという作品ですね、こちらはちょっと期待していて、これ何かっていうと、ウィリアム・バローズ、裸のランチを描いた人のウィリアム・バローズっていう人がいるんですけれども、あれのオカマという小説の映画化なんですよね。で彼はその、まあ、ジャンキーっていう本を書いて、その続編として、まあ、続編っていうか地続きとして、まあ、オカマを書いたんですよね。で、まあ、役中だったわけですよ。で妻もウィリアム・テルゴッコで殺してしまって、で、まあ、メキシコに移り住むんですよね。でそこで、まあ、ある意味役立ちみたいな感じをする中で、まあ、とある男の人と恋愛関係、まあ、同性愛的な感じになると、その経験を綴っているみたいな感じで、主演が007のダニエル・クレイグとなっていて、で、まあ、同じねベネチア国際映画祭にジョージアの映画でビギニングを撮った人のその新作があるんですけれども、ルカ・グアダニーノはこの監督が、好きで、その今回ベネチアに出品されているジョージア映画の方にも出資をして、なんかベネチアで頂上決戦するみたいな感じで、そういったところは面白そうなんですが、まあチャレンジャーズとボーンズ&オールを見た感じだとちょっと嫌な予感がするなって、そんな感じでした。これがチャレンジャーズですね。で3本目がですね、去年見逃していた映画でインディ・ジョーンズと運命のダイヤルを見ました。まあインディ・ジョーンズシリーズの第5弾ですね。で第4弾のクリスタルスカルの王国、自分が中学とか高校の時に公開されて、まあ、見たんですけれども、これがあまりにもひどかったんですよね。なんかしょぼくれた未知との遭遇みたいな感じで、まあ異様な、まあ、茶番みたいなラストとかも本当にひどくって、で新作どうなるのか、まあ監督ジェームズ・マンゴールドだから、ローガンの人ですね。演出には問題ないとは思うんですけれども、ただ公開されると評判結構悪くって、しかも上映時間ハリウッド大作だから長くってひよってしまったんですね。で飛行機で見た、あこれ大傑作だったんですよ。めちゃくちゃ面白かった。まあ、確かに茶番なね、物議かもすエンディング、まあ、ちょっとネタバレで後で語るんですけれども、茶番ではありましたけれども、すごい良かったです。でこの映画ってまあ、ヒッチコック的な修羅場の鶴瓶打ち、追う追われるの関係を緻密にやっている、なんか人間の動かし方が豊かなんですよね。それはもう冒頭で明らかになるんですよ。インディアナ・ジョーンズ、あと
仲間、そして今回の宿敵ですね、マッツ・ミケルセン演じるなんかドイツ人みたいな人が、そのまあナチスがもう暴れている空間の中でお宝探しをするっていう感じで、まあ3人がそれぞれ修羅場に会いつつ、その最終的に列車に集まってその宝の取り合いをするっていうところの見せ方、すごいですよね。で、何よりもこの作品はもう冒頭でテーマみたいなの、運動のテーマを示しているわけですよ。それは遅効性の落下なんですよね。遅れてくる落下なんですよ。なんかインディ・ジョーンズがナチスに捕まって、まあ首吊りみたいな感じになるんですよね。なんか、小屋の上の方で首吊りみたいな感じになるんですよ。で、これからなんかインディ・ジョーンズ死ぬぞみたいな感じになってる時にポトって爆弾が落ちてくるんですよ。でも爆弾って重いじゃないですか。だからどんどんと木がきしみ沈んでいくんですよね。でズボって落ちるんですよ。爆弾って落ちたらすぐ爆発するイメージじゃないですか。最初のそのインディ・ジョーンズの目の前に落ちてきた時には爆発しないんですよね。でズルズルズルって落ちてって、でしばらく経ってドカンと爆発する。でそうすると床がもうバッキバキに割れて、でインディ・ジョーンズも落ちそうになるんですよね。で宙吊りのそのまま落下死するのかどうかっていう宙吊りの状態でなんとか逃げ切るみたいな。でこの映画そういった感じで、その落下が多層的に描かれてって、その中で死ぬか死なないかっていうのを演出するんですよ。それこそ終盤において、そのまあ飛行機に乗って、そのまあ、時空を超えるわけですよね。なんか遥か過去へ、飛ばされるみたいな場面で、その飛行機の中でそのインディ・ジョーンズとマッツ・ミケルセンサイドが戦うわけですよね。でその際もその飛行機が落ちつつ、さらにそのインディが落下をして、助かるみたいな下りとかがあって、一貫して落ちるっていうのが段階を踏んでいるんですよ。それこそそのなんか神殿みたいなところにも行って、でそこで扉は開かないんですよね。でなんか周りにある石をなんか水の空間、池みたいなところに落とすと、しばらく経ってガッコンって穴が開いてインディごと落ちるみたいな、こういった感じでその落下が複数に分かれているところが運動としてめちゃくちゃ面白いっていう感じですね。でまあヒッチコック映画さながらで、ある意味まあダイヤルがその大追われるの運動を促すマクガフィン的な感じで機能していて、でそのまあ宝の取り合いでをする中でどんどんといろんな地を踏んでいくっていうところがすごい面白いなと。でなおかつそのこの映画極めてアメリカ映画的なんですよね。まあリチャード・リンクレーターのヒットマン表でも語ったんですけれども、最近アメリカ映画ってなんだろうなって考えるんですよ。それってまあひょこんなことから役割を与えられて、それを受容することで新しい自分を、手に入れて、まあその自分の務めを果たす、そういった映画がアメリカ映画なんじゃないかなって思っているんですよね。でこの映画の場合、その大学教授としてまあ寂れた生活をしているそのインディーのもとに、まあ、また冒険者としての役割を与えられて、その、まあ、宝を見つけて破棄するってミッションを果たそうとするっていう、そういった観点で、まあ、アメリカ映画的ではあるんですけれども、一方で反アメリカ映画的なんですよね。それこそそのアメコミヒーロー映画であったら、まあヒーローになってそのヒーローである自分を受容する、まあ新しい人生をつかみ取るところで終わるじゃないですか。でこの映画、そのまあ時空の裂け目を縫って、その遥か昔、なんかナチスドイツが暴れていた時代、まあ戦時中ではなく遥か昔、太古昔の時代にタイムスリップしてしまうんですよね。でそこでの混乱の中でインディはここで自分の骨を埋めようと決意するわけですよ。これアメリカ映画的ですよね。なんかその寂れた大学教授がまた再び冒険者となって、その冒険者である自分を受け入れて余生を過ごそうとするわけですよ。しかしそのヒロインが、あんたはここにいちゃダメだ、帰るわよみたいな感じで往復ビンタして無理やり連れ帰るんですよね。
どういうエンディングだ、まあこれが結構物議を呼んでいる場面だと思うんですけれども、やっぱりそのアメリカ映画って最近限界来ているのかなみたいなのもあったりとかするんですよね。まあそれっていうのはアメリカ映画としてではなく、アメリカ映画がフランチャイズになって、まあスターウォーズみたいな感じで時代が進んでいくわけでしょ。でもかつてのその俳優っていうのは年を老いていくわけですよね。引退しないといけない。まあどうやるかって言ったら結構殺すんですよね。まあ、アベンジャーズでもアイアンマン死んじゃったし、で、スターウォーズで言ったら、それこそハリソン・フォード一回死んでるんですよね。で、まあ、殺すっていうのが定石になっているんですけれども、そうはさせない。で、かといって、まあ、ヒーロー映画のように、そう、新しい新天地で置いてもそこで暮らすっていうのも、それもそれで違うんじゃないかっていう、なんかジェームズ・マンゴールドなりの悩みっていうのが吐露されていって、なんかアメリカ映画を語る上でこの作品ってマイルストーンみたいな役割を持っているんじゃないかなって思いました。で、あとはもうとにかく運動っていうか映画の中のアクションが素晴らしいんですよね。例えばそのパレードのところでそのインディがその闇の組織から逃げるみたいな場面があるんですよね。で、まあ群れの中をインディが行けけども逃げるわけでしょ。で、闇の組織は天に銃を撃つんですよね。そうするとパレードの群衆が一気にしゃがみ込む。でも修羅場に慣れているインディだけが立ったままなんですよ。それでバレるって場面があって、本当に豊かな表現だなって思って、まあ公開当時見なかったのが、すごい後悔しているっていう、それがインディ・ジョーンズですかね。で、最後、帰りの飛行機。まあ、帰りは、その、日本時間で夜だったんで、一本しか見ませんでした。それが、ドゥーンパート2ですね。ドゥニ・ヴィルヌーヴの。で、ドゥーンパート2、正直、まあ、パート1もそうなんですけれども、物語あんまり興味ないっていうか、あんまり楽しめないみたいな。まあ、ロード・オブ・ザ・リングみたいな、そういった大河ドラマ、アバターみたいな大河ドラマ系の作品っていうのがあんまり好きじゃなくって、で、しかも長いでしょ、2時間40分ぐらいあって、で、触手動かなかったんですけれども、まあ、飛行機の中でちょっと見るかみたいな感じで見たんですよ。これがまあまあ面白かったですね。というよりか、ドゥニ・ヴィルヌーヴが作るハリウッド大作って、なんか転換期っていうか、新しい風を吹かせているんですよ。基本的にハリウッド大作って、豪華絢爛な、もう想像し音楽が流れるまま、ドンパチ、もう爆発とかあったりとかするじゃないですか。基本的にドゥニ・ヴィルヌーヴ、ブレードランナーもそうですけれども、静かなんですよね。で、淡々と描くみたいな感じなんですよ。で、音の使い方が本当に素晴らしくって、砂漠の中で機械がシュコン、サー、シュコン、サーって音がするんですよね。そうすると、地平線の彼方からドド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 って山ができてって、サンドワームが現れるみたいな。で、それに飛び乗って、多分これゲームの文脈からの影響が強いんですかね。ワンダと巨像とかあるじゃないですか。で、最近だとゼルダの伝説もなんかドラゴンからドラゴンに飛び乗ってとか、空中からそのドラゴンに飛び乗ってみたいなアクションとかあったりとかするんですけれども、そういったそのなんかでっかいものに飛び乗ってそれを飼いならずみたいな描写があって、それの見せ方ですよね。その飛び乗ったその当初っていうのは結構荒れ狂っているから、もう振り落とされるんじゃないかってなるんだけれども、やがてさっと、美しい絶景とともに乗りこなした姿が映れて、あれは本当に美しいなと思いましたね。で、やっぱりドゥニ・ヴィルヌーヴ演出がうまくって、その見えるか見えないかサスペンス、広大な土地でのアクションっていうのがよくできているんですよ。で、序盤ですかね、なんか黒い仮面をかぶった、なんかメイドインアビスに出てきそうなコスチュームをした人と、あとは、ティモシー・シャラメサイドですかね、がなんかバレるかバレないかサスペンスをしているんですよね。で、民の向こうにはその黒い組織がいて、で、振り返ってしまったらバレてしまうんですよね。でも天からいっぱいその射殺された黒い組織の男がポトポトって落ちてきて、で、ついにバレてしまう。
で、そのボトって落ちたその黒い、男のところには刀がついているんで、それを取り合って、剣撃が始まるみたいな、あ、こういう表現いいなみたいな。で、狙撃シーンも、すぐに爆発するんじゃなくて、爆発音を見せるんじゃなくて、そのもう無音の中で爆発してたりとかするんですよね。それがまた情緒的で、なんかスペースオペラだみたいな感じで、それが個人的にはハマったっていう感じですかね。うん、白黒の空間での、戦い、コロッセオみたいなところで、なんかスキンヘッドの男の人が戦うんだけれども、いつの間にか黒い悪魔みたいなのに囲まれているっていうところで、まあ、まるでそのバンドデシネをそのまま映像に落とし込んだみたいな感じなんですよね。だからそれもあって、その個人的にドゥニ・ヴィルヌーヴアンカラを映画化してほしいなって思ったんですけれども、なんかアンカラはちょっと別の監督なんですよねっていうのもあって、ちょっと、まあドゥニ・ヴィルヌーヴ、まあハリウッド大作の中ではその爆発音とか、そう想像しい音っていうよりかは、その静けさの間を大切にしている監督だなと思って、まあ好意的に見たっていう感じですかね。まあこれが飛行機で見た4本となります。アウソーザー、TV グロー、チャレンジャーズ、インディージョーンズと運命のダイヤル、そしてドゥーンパート2でした。という感じで、また映画のレビューも再開していこうかなと思います。当チャンネルではこのようにいろんな映画の批評とかレビューとかをしていく映画批評系 VTuber となっております。もし面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。モチベーションにつながります。それではまた今度。